大人の遊びをしようじゃないか。レバレッジ投資家兼逆イルド観察隊隊長、いつきです。本日もよろしくお願いいたします。さあ、えー、テスラ株急上昇、何が起こったということでね、突如、稲妻は輝きます。ただし、テスラの場合、その稲妻が輝いた後が失速するということになるんですけれど、今回はどうでしょうか。現物のアメリカの株式の取引は大人のたしなみです。作戦会議、スタートです。最近ね、 ちょっとね、カメラの備品が欲しいなと思ってるんですけれどね、私のお小遣いは投資に回していかないといけないということもね、ありますんで、まあなかなかね,、はいえー、おね、自分の好きなものが買えないということになるんですけれど、そんな時にモッピーがあるじゃないかということでね、なんとポイ活をすることによってね、モッピーのポイントは現金に変わりますと。 いうことで、現金に変わったらね、旅行行ったりとかね、好きなものを買ったりとか、おいしいものを食べたりとか、何でも好きなことができるということになっております。モッピーね、まだ登録されてない方は、説明欄に URL を貼っておきますので、そちらからご登録をお待ちしております。えー、そしてね、モッピーって、キレドイさん、お金使わないとポイントってたまらないんでしょと、楽天とかでもね、楽天トラベル、楽天証券、楽天市場で、 お金を使うからポイントって入ってくるじゃないかと思われてる方、違うんですよと。第2の収入っぽいかつ、副業するより楽という動画の方を出しております。こちらの方も説明欄に、ね、入れておきますので、お金を使わずにポイントをたっぷりとゲットしていく方法というのをね、この中にノウハウ凝縮しておりますので、こちらの方もご確認してくださいと。 さあ、今日ですね、アナログデバイスです、エヌビディア、スノーフレークの決算があります。まあ、これによってね、大きく株価が上下運動すると思います。基本的にエヌビディアの決算が出てくれば、株式上昇と思われてますけれど、下手したらね、下がることもあるということは、頭の片隅には置いておきましょうということで、その1日前ということになりましたので、まあ、ボラ率は大きくあったんですけれど、 始まりとね、終わりは大して変わってませんよということで、まあ、本番は今日以降ですよね。しの方のチャートで見ますと、まあ、やっぱり出来高がね、かなり細っているということになりますので、ここは決算待ちですよね。とはいえ、しの方のチャートで見ますと、しっかりとね、ボリンジャーバンドに沿った上昇にも見えますと。 まあここからもう一発ガーンと上がってくれると、52週の最多がね、56.99をね、超えていってくれるんじゃないかと、まあいうふうにね、思いますので、さあ今日の NB ではね、時間外取引ということで、日本時間では日付が変わった朝ですね、こちらの方発表があります。時間外取引ということになってますので、時間外取引がね、すごく楽しみと。 今、ソクルはね、買う段階ではなくて、売る段階を考えてるということになりますので、もちろんエントリーポイントはありませんと、えー。こういうところで高値上掴みをしてしまうとね、後々動いていけないということになります。さあ、テスラ急上昇したんですけれど、何があったんだということで、セミトラックプログラムの納車に関する書斎を発表したということになっております。えー、これでテスラ本体が6%ぐらいですかね、えー。そしてテスラ2倍ブルー こちらの方が13%ほど上昇したということになってるんですけれど、ただ上昇幅というのも、 私のいつも言ってます、7ドル、9ドルのレンジの中をうようよしているだけと、ただ久しぶりにね、しっかりと8ドル台を超えてきてくれたということがありますので、この8ドルをキープできるのかどうかですよね、私はまたね、7ドル台に戻っていってしまうんじゃないかと思っております。ですけれど、それでいいんですと、レンジに入れば入るほど、私はリバランスがかけれるということになります。実際にね、レバレッジ型の商品を持っていないアンチはね、 レンジに入ったらいつな？ 低減くらってしんどいでしょうなんていうふうにねえ、聞いてきますけれど、いえいえ、レンジを使ってしっかりとリバランスをかけていきますので、全く問題ないですよということをね、言ってもえ、私が強がりを言ってるようにしか聞こえないわけですよ。まあ、今年いっぱい見といてくださいとえ。私がしっかりテスラにバイブルでね、実績をね、え作ってあげますよということで。さあ、終わり値が8.47まで上昇してきました。えこれは52週の高値2 1 7 1>, 1から比べましてなんとマイナス60%は8.44ということに、ね、なりましたので、まあ今の段階ではね、ああ、とうとうテスラ2バイブルの買い場も終わりなのかというような、ね、気がしておりますけれど、まあこれも赤落ちるんじゃないかと思ってますから、また60%から、ね、70%下落の間に戻っていくと思います。その次の上昇というのは、5月31日の PCE、こちらの方でいい結果が出てくればね、上昇すると思います。 思いますし悪い結果が出てくれば下落するというふうに考えておりますので、まあ、それまではまた、ね、レンジに入っていきますので、今8ドルの高いところに行きましたので、次は、ね、7ドルの中盤ぐらいまで、ね、落ちるんじゃないのかなというふうに考えてます。まあ、レンジ期間有効活用できるかが鍵ですね。アンチは低減、低減と言ってますけれどと。えさあ、私が保有しておりますテスラ300株はマイナス 45.9%。マネックス証券210株はマイナス37.3%。そして、10日3口座230株はプラス1.82%ということでね、まあ、ドルベースでもしっかりとプラテンしてきたと。円ベースではね、もう少しプラスの割合が多いということになっております。418株売却をすることに成功しましたので、リバランス第1弾は成功ということになっております。 あとはね、7ドル台前半に戻っていけば、テスラ2倍分ル10日3口座で買い戻しをしていきたいと思います。ですけれど、このままね、じっくりと上がっていっ、 で7ドル台に戻らないのであればマネクス証券の方をリバランスかけていきますマネクスス証券のリバランスが終われば次は私の楽天のお特定口座のリバランスをかけていくということでねどの状態になってもリバランスはかけ続けていけるという体制をとっておりますのでまだまだテスラで利益を食っていくというところをねしっかりと見ていただきたいと今ここで ちょっと打って利益が出てる分で喜んでるわけではないです。平均取得単価10日3口座は確か15ドル台でスタートだったと思うんですけれども、それを8.3179まで下げて、なおかつ230株まで増やして、そして今、キャッシュが 3400ドル以上手元に戻ってきていると。この3400ドルを使って、さらにテスラたちを鍛えていくと。どんどん,どんどん収益性の高いテスラ2倍ブルに育て上げていくと。損切りをして入り直すことしか能のない人たちからは目から鱗の状態になってくると。で、何度も言いますけれど、今回のリバランスで5ドル3セントプラスになってます。けれど、初めから言ってますけれど、 これは平均取得単価を下げるためにやってますので、利益を出すためにやってるわけではないです。えー、というところをね、まあしっかりと理解できていただければと。まあアンチュはね、ねたった5ドル3セントプラスになって、いつきは喜んでるとかってね、どうせコメント書いてくるんだろうなと思いながら書かれる前にさっき言っておきますと。 さあ、えー、TMF ですね、えー。こちらの方も、まあ、じわーっと上昇しながらのレンジに入ると、えー、この TMF も、えー、PCE まではレンジに入って PCE 後、値動きがあるというふうに考えています。上に上がっていくんじゃないかと思いますけれど、まあ、それも PCE の、ね、結果次第ですので、PCE 悪い数値が出てくれば、インフレが巻き戻っているとなれば、また下がるということもあります。 DPST ももう PCE 待ちなのかなということで、一旦上昇したところでの電池になってると。PCE 後上昇していくようであれば、DPST の買い場ももうそろそろ終わったのかなということになりますので、だんだんね、買える ETF 商品がなくなってきたなと。今の間にどれだけね、仕込めているのかが重要だと。 安値圏内のやつね。高値圏内のやつは仕込んでても高が知れてると。えー、QLD の方もしっかりと最高値の方を更新してきております。1日遅れで出ます、えー、レバナス、えー。こちらの方も最高値更新ということで38,342円と。ただ設定来最高値は43,151円ということになってますんで、ここまでね、今年中にしっかりと追いついて上抜けしていただかないと。 面白みはないのかなと思ってます。10年歳ですね、えー、こちらもこのあたりでレンジに入って p c 後をさらに下げていくという展開の方をね、えー、考えております。ただしですね、2年歳、10年歳、長短金利差逆転、逆イールドなんですけど、また開いてらということで、その差が0.419までね、えー、また開いてきてると、ほんまにこれはね、今年の後半でもね、逆イールドの解消というのはやっぱり無理なのかなと。 来年以降になるのかなというふうに思います。まあ、株式とか債権、急展開っていうのはあるんで、何とも言えないですけれど、私は来年逆イールドの解消になると。そうなれば、今年いっぱいは株価は上昇ということになりますので、この波にしっかりとね、乗っていきたいかなと思ってます。ファングプラスの方もね、こちら、浅い高値を更新していってるということになります。 ということは、インデックスの方もね、しっかりと今日も上昇するということで、まず5月の21日、55,611円最高値更新。そして今日出てくる基準価格でも最高値更新ということにね、まあなっていきますので、ぐん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 と上昇していくファングプラス、今年まで上昇していくのかが楽しみと。ただ、2024年度、 1>, 1月の2日にラブを打った243ドル4セントのみだったんですけれど、5月21日火曜日、えー、やっとね、5ドルプラスが乗ってきたということになっております。ここから先はね、ちょっとリバランス頻繁にかけれるんじゃないのかなというふうに思いますので、まあ、もうちょっとね、実績を伸ばしていきながら、最後に、 ドカーンと、えーね、利益を乗せていく予定になっております。コツコツドカーンっていうのもね、えー、コツコツ利益を乗せていて、ドカーンと利益を乗せると。えー、現物のアメリカの株式の取引やってる人は、コツコツドカーンって大きくマイナス食らうことはね、ほぼほぼないと思っております。2023年の実績は3月から12月で、実現損益プラス4,663ドル、46セントでした。2024年の実 実績は今のところ、すごく、ね、え少ないですけれど、248ドル43セントということになっていますえ。年末に向けてね、まあ、しっかりとここは稼いでいけますので、まあ、今からガンガン稼いでいくのを見ていてくださいと。 利下げ観測の方ですけれどもね、最近 FOMC メンバーの発言の方が相次いでいておりますので、まあやっぱりね、利下げは9月だよねということと、2回目の利下げは12月だよねというふうにね、まあ落ち着きつつあるんですけれど、問題は6月12日の FOMC での話し合い。ここでドットプロットが出てきます。前回までは利下げ3回と言ってました。それが訂正されて2回なのか1回なのかというのが出てくると思うんですよね。そうしまして、今まで FOMC で3回と言っていた人と2回と言っていた人の割合っていうのは、もう1人2人意見を変えるだけでね、 変わってしまうというぐらい僅差でしたので、まあ今回の FOMC で、いや、今年は2回利下げしますよというドットプロットが発表されれば、マーケットは落ち着いて株式上昇だと思いますけれど、いやいや、1回とかっていうねドットプロットが発表されますと、今のおマーケットの思惑とは変わってきますので、若干ね、下げ方向に向かっていくのかなというふうに思いますので、まあえ今日の NVIDIA の決算発表、 そして5月の31日の PCE、6月の12日の FOMC と、まあ、各イベントを、ね、しっかりとこなしていくことによって株価は上昇していくと。絶対に負けない取引。株価が下がれば、副免益下がるのは当たり前。株式は下落と上昇を繰り返していきます。損切りの必要はありません。 株価、戻るまで余裕ぶっこいて感染。ただし余裕ぶっこけるのは安くなってる商品をしっかりとね、スポット購入できる人だけですよと。それ以外の人は、私も、例えばテスラ。 2 10日産口座、ほったらかしにしていれば、まだ15ドル台ということになってますからね、マイナス40%とか50%とかっていうのがついてるわけですよね。ですけれど、しっかりとリバランスをかけることによって、プラスのトータルリーダーに徐々に変わりつつあると。あとは下げるだけ下げた平均取得単価であれば、上がっていくのを余裕ぶっこいて感染できるという手はずになっていると。 株で勝つためには入金力、これを高めていくしかないということで、まあ、利益が出ている、ね、株式を売って、そして安くなっているものに乗せ替えていくと。 普通にね、えー、考えれば当たり前のことをやっているだけなんですけれども、アンチは、損切りのしないリバランスなんて成功しないなんてね、言ってる人たちがいます。さあ、私のやってること、真逆のことを言ってる人たち、どちらがね、利益をしっかりと乗せていけるのか、こうご期待と。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。お待ちしております。